はい、どうも矢沢です。職業カメラマンの端くれでございます。連載でお送りしておりますカメラ超初心者講座、7回目の今回はですね、このストラップの取り付け方、意外と間違ったやり方していらっしゃる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、改めまして矢沢です。まあ今更ね、ストラップの取り付け方っていうのもなんだっていう感じかもしれないんですけど、結構ね我流でやられてる方多いんじゃないでしょうかね。で、一番ねやりがちなのがこれですよ。これ悪い見本なんですけど、この先端がね、このピロピロって出ちゃってるやつ、こうやっちゃってる方意外と多いんじゃないですかね。で、まあこれでもちゃんと止まってればまあ間違いではないんですけど、まあよりね、見た目をすっきりさせるためにこのピロピロが出ないやり方、お教えしたいと思います。はい、ここからはですね、手元アップにしてやっていきたいんですけれども、これニコンのプロサービスさん直伝のやり方なので、まあ、正しいやり方なんじゃないかと思います。で、まああとはね、本職でやってらっしゃる方にとってはもう常識的なことなので、まあそんなの知ってらって感じかもしれないんですけれども、まあ、知ってるからといってね、バットボタンだけはちょっとご勘弁いただきたいなと思います。はい、まずね、この留め具、ここをねどっち方向から通すかでまず決まってきちゃうんですけれど、内側から外側にね出しちゃう方っていらっしゃいません？結構いらっしゃるような気がするんですけど、これ実はね外から内に入れていくんですよね。で、ストラップの方はこの裏側ですね、裏側を出しておいて、このね長さ調整するのと、この最終的な留め具のところはこういう感じになってるんですけど、で裏側を出した状態で外から内に入れていきますね、こういう感じ、こういう感じになってますね。で、その次にこう持ってくるんですけど、この時に最初にもうここを通しちゃいますね。ぐーっと通します。その後に今度この長さ調整をするところをね、こうやってある程度緩めておくんですけど、緩めた後にこっちから出さないんですよね。こっち側から、上から、下からじゃなくて上からですね、上からこう通しています。で、内側にね先っちょが来る感じですね。で、さらにこの内巻きで中に入れていく、内巻きで中に入れていく、見えるかな、こんな感じです。で、こっち側を通していくんですけど、そうするとこのね、こういう感じになってくるわけですよね。で、この先っちょが中に入ってるわけですよ。で、中に入った状態でこの3枚重なったところをこの最終的にこの留め具でギュッと入れてあげるわけですね。で、こっちのあとは余ってるところを調整してあげればこういう感じね。そうするとあのピロピロがね、先端の部分が内側に入るんで、ね、非常にすっきりした形になりますよね。はい、こんな感じです。わかりましたでしょうかね。はい、まあ、そんな感じで今回は正しいカメラストラップの取り付け方についてお話しさせていただきました。まあ些細なことだとは思うんですよ、思うんですけど、こういうところでこそね差が出るというか、まあ、どのジャンルでもありがちなことかなと思うんですけど、見る人が見た時にね、 あの人分かってるなとか、あいつ分かってねえなってあるじゃないですか。で、せっかくねこのチャンネルをご覧いただいている皆さんには、やはりね分かっている側ね、少しでもねスタイリッシュな方にね入っていただきたいなと思うんで、まあ、そんな思いからこの動画を作りました。はい、で、そう言いながらですね、実は私あんまり普段ストラップつけておりません、で、なぜつけていないかっていうのはですね、やっぱ仕事の場面場面によって邪魔になったりとかですね、あと別なストラップですね、いろんな種類が実はあって、で、これ予告になるんですけど、次回はカメラストラップの種類についてお話ししようと思います。で、普段ねアシスタントやってくれてる増田くんのコレクションも含めて、まあ、どんなストラップの種類があるのか、それをどんなふうに我々は使い分けているのかっていうところをお見せしたいと思ってるんですけど、これなんかはね、あの先行でお話しするとピークデザインっていう、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、これカチャンとねこういう感じで、ワンタッチで、今日ワンタッチともなかなか言わないと思うんですけど、こういうふうに取り外しが、ね、できたりとか、
はめるのが楽だったりするんで、こういうのもね使ったりとかしております。詳しいことはねまた次回のお楽しみという感じなんですけれども、で、まあ、あと再三ねお話ししておりますが、私 SNS の方もやっておりまして、Twitter、インスタやってるんですけど、特に Twitter の方はですね、このチャンネルの予告であるとかですね、私の撮影現場からのつぶやきなんかも載せておりますので、そちらもフォローしていただけるとね、よりお分かりいただけるかなというところと、まあ、あとこのチャンネルたまたまねご覧いただいた方もねたくさんいらっしゃると思うので、ぜひこの機会にねチャンネル登録の方もお願いできればと思っております。はい、以上、矢沢でした。